ちゃんとですね、はい、博多の方にやってまいりました、はい、まあ、食レポということで、はい、友達がね、吉本の後輩が実はあの博多で芸人辞めて、はい、ラーメンやってるんですよ。で博多言うたらラーメンじゃないですか。そうですね、ね、あのいろんなラーメンありますが、とりあえずまあ博多のラーメンから攻めていこうということで、はい、今回は博多のラーメンの、食レポを記者にやっていただきたいと思います。これ頼むよ、もうあの後輩の店やから任せてください。きっちりやってもらわないと。きっちりやってらっしゃいます。いつもの通りに美味しいは NG で。はい、わかりました。それでは行ってみたいと思います。よろしくお願いします。こちらですね、キレちゃんラーメントンボ店、高峰っていう俺らの吉本の、はい、福岡事務所の後輩が辞めて、はい、出しよったんよ。でトンボ店には別に他の店があるわけじゃなくて、うん、長渕としては少ない。ほんでトンボ店にした。なるほど。だから幸せの。そう、ただね、味は美味しいのよ、はい、へえ。ちょっと行きましょう。はい、もう豚骨のいい香りが。そうやろう。ね、メニューがね、はい、ちゃんあんねんけど、うん、とりあえずもうトンボラーメン今回、うん、あの博多ラーメンは食べたことある？あんま多分本格派のないと思います、はい、でもやっぱり博多ってやったらさ、やっぱ一種類やな、スープはな、もう豚骨のみみたいな、で、いいですね、細麺で、はいはい、でもうどんどん今その関西でもそうやし、全国にも浸透していってるやんか、うん、あ、一番有名したらあれちゃうの、一蘭ちゃうの、大体そのみんな知ってるけど、はい、その違いを、おいいですね。で今回ですね、はい、あの赤峰君よろしくお願いします。元吉本の、ね、芸人の子がいて、あの松本さんとか大輔さんとか、ケンダラも気を使ってちっちゃいの出してるのこれ。とりあえずほんなら、はい、よろしくお願いします。トンボラーメンです。トンボラーメン、わ、美味しそう、はい、見た目からでもやっぱちゃいますね。なんかすごいやろ、豚骨が。俺も来た時びっくりしたもん。ちょっとなら食レポのよろしくお願いします。あ、お願いします、うん、今日は一品なんでね。一品やからよかった、ね、やり直し効かないんでね。そりゃそうやで、緊張しますわ。うん、まあ、ちょっとこういうのはスープから。俺でも食べ方って面白い。俺でも博多来て赤身のあれやんな、博多の人ってそんなスープ飲めへんのんちゃう？そうですね。え？替え玉の文化で。そうですね。あんまりスープ飲めへんのんちゃう？はい。基本的にはもうから麺に絡んだのだけっていう。あ、らしい。なんですか？なんか忘れてない？一味ですか？なんですか？え？なんやろ、まあ、博多のラーメンって言ったらあるやん。わからない。なんですか？胡椒ですか？え？そう、何ですか？その銀のやつ開けてみるやん。あ、紅生姜？え、紅生姜入れるやん。え？え？そんな初めましてです。普通紅生姜でしょ。だって、あれ、俺ちょっと覚えてないけど、うまかっちゃんってラーメン確か紅生姜ついてなかったか、あのおくろ麺。ちょっと覚えてないけど、ちゃうかったかな。いや、紅生姜を入れるっていうのがもうこれ赤身でちょっともう一回聞きますけど。はい、紅生姜を初めて食べる食酢を入れてから食酢がええのか、そのまま食酢がええのか、どっちなん？あ、まあでも作り方としては最初そのまま食べて、そのまま食べてですよね。じゃあお願いします。わかりました、封印します。いただきます。あ、ちょっと辛みつきますね。うん、それがあれやね、あの博多ラーメン、すごっ、うん、ずっしり。何が絡みつきますね、スープが麺に。それが博多ラーメン、はいはい、同じこと言ってるんだよ。めっちゃ怖い、赤嶺さん。何が怖いの？睨みつけられてる。なんで早食べろっていう顔してるもん。いやいや、ちゃんと伝えてよ、そら。威圧がすごい。そんなもん、あれ、味の店主の威圧。いや、めっちゃ、ほんと、もちろんめちゃめちゃ美味しい。美味しいって言うなって言ってるから。NG やるから美味しいわ。美味しい、それ禁止ワードでしたね。なんか、めっちゃスープ、なんかそのすごいもうこってりなのかなみたいな。こってりやもんだ。でも食べてみたら意外とそんな、うん、まあしっかりコクはあるけど、うん、そんななんかしつこーとかはないです。なるほど。なんかスルスルっとね、あと麺も全然伸びてませんでした。伸びてちょっと喋りましたけど。いや伸びそうよ。麺はほんまですか、全然伸びてませんでした。いや
てますけどもうさっと食わなかったね。そうです、すごい柔らかい麺をこっちではのずんだれって呼ぶんですよ。ずんだれ、はい、何種類あるの？まず普通ですよね。普通です。普通があって、はい、硬さがあると、まあ、肩、肩、バリ、バリ、まあ、この辺は一緒ぐらいなんですけど、あの針金とか、針金聞いたことある、粉落としとか、粉落とし、粉落としただけ。そうです、もうお湯につけて、で一番硬いのは湯通しっていう、通すだけ、通すだけ。そんなんもあんの？もうほぼほぼっていうか出たことないんですけど。へえ。で僕あの長渕さん好きじゃないですか。長渕剛さん、ね、だから僕のな店では一番硬いやつはバリとかじゃなくて絆っていう。あれ熱いわ。いや絆やの一番硬いでしょ。だっていやめっちゃおもろいですね。いいですねそれ。おもろいし、はい、腕もあるし、うん、しゃべり達したけど、うん、売れへんかった理由が一個だけあって、ね、なんですか？ええやつすぎねこいつ。あのな、芸人ってあんまりやつほんまあかんねん。だからずっと俺博多来るたびに、あかんねん、よう付き合ってくれて、ほんまに。もうせんなかす。ほんまに。黒田さんと比べてって。何言いらんこと言ってんの？食えよ、お前。俺は自分で自虐的に言うからウケんねん。すいません。お前が言うたらただの悪口になるから、お前。そういうとこ分かれへんからあかんねん、アホやな。確かに。チャーシューもそれはだって自家製やもちろんね。自家製ですか？そうそう、はい、当たり前やから。あっ、トロトロ。なんで？お前ちゃんとやってくれ。じゃあお前ちゃんとやれって。お前めっちゃ怖い。俺の後輩が一年発起してやったら店やねんから。もう一回言うたら芸能界というな、なこの荒波に揉まれて。勇気を出してやめて、もうここの番組って番組をこのラーメン屋でやろうとしてねんから、お前ちゃんとな、はい、今食うなよ。うまいね。話してるときめっちゃ怖いんですけど、この人。ツッコミがもうだから22年やっててんから。でも赤宮さんちょっと怖いですね。いつ食べていいかわからないですけど、ドキドキします。いいですか、食べて。食べたええねんて。やっぱ何回食べても1回目ぐらいの美味しさですね。おお、ええねそれは。そのあれはいない。で美味しいって言うなって言うたやろ。あ、すいません。あ、何回言うたら分かんない。ほんまに前回来たんよ。ほんでね、あの何がって言ったら、ね、次の日に嫌な大体な、やっぱ俺は関西人やからあんまりその豚骨っていうとな、慣れてないかもしれないね、朝食で食べると。でも次の日にね、全然胃もたれせえへんかったよ。ということは、アクをきれいに取ってるんやろなっていうこと の作業がね、やっぱあのすごいなと思った。やっぱ関係あるんですか、それって、アク取るとか。はい、しっかり取らない。やっぱりそこのアクを取ってるってことは、それがまたしんどい作業や思うもん。しんどいんですか？いや、しんどくないです。いや、しんどいですか？隣の方のアクに比べたら大丈夫やった。うまいこと言うと。めっちゃ、すごい素敵。うまいこと言うやろ。はい、売れへんかってん。売れへんかってん。ほんまええやつやから。すいません、多分伝わってへんとは思いますけども。ほんまですか？本当に本当に美味しいんで、もしあの博多来られる方、もしくは新店舗の東京でですね、またお店出されるっていうことは、お店出す言うてるんで、東京の方とか東京遊びに行った方とかはぜひともですね、ラーメンキレちゃんトンボの方にお願いします。最後締めろ。最後、え、なんて締めよう。締める？食べて締めるって感じですか？うん。そんな、あるんですね、その。いや、CM っぽくやったやん。うん。うん。このラーメン食べて、絆深めましょう。なんかどうですか？美味しい気にされてる。最後これなやった。絆っぽいなと思った。誰も笑ってきた。辛い、帰りたい、大阪帰りたい。大阪帰ろう。いや、また来週。ありがとうございました。階段ももいけるで。階段ももいけるんですか？これもうボタン外してるんですけどね、私。これこれ、きついから。そんなギリギリやったの？ほんまに生きてやらんと無理やったんで、ちょっと外して。太ってきたの？また太りました。またなんでや。2太りました。なんで？多分おそらく、まあ、赤ワインと暴飲暴食ですね。いや、暴飲暴食やろ。赤ワインそうか、赤ワイン関係ない。暴飲暴食やろ。そうです。めっちゃもう苦しくて。いや、ちょっとあの餃子も焼いてもらってる。ここの餃子めっちゃ美味しいね。餃子にはちょっとうるさいね。言うてたな、はい。
ちゃ美味しそう。来ました。一口餃子です。あ、結構一口餃子ですね。一口餃子言うてるやん。うん、もうほんまちっちゃい。あの一口餃子やっちゅう。いける。結構がよくわからない。いや笑い事ちゃうね。すいません。ちょもうパリパリ感が皮に出てるっていうか、もう私のすごい好きなタイプです。あ、そう。はい。で餃子うるさいやろ。ちょっと餃子にはうるさいんですよ。あ、そうなんですか。普通にうるさいですよ。ツッコミ最高やろ。めっちゃ面白いですね。ええやつやったよ。ええやつやから売れへんかったよ。いただきます。おっ、パリッパリですね。今洗い物行って向こう行った。今何で向こう行くんですか。うわ、おいこれパリパリの餃子ってパリパリ自分で何とかしてよ。なんでそんなきついこと言うんですか。助けてくださいよ。味をちゃんと伝えてやってて。パリパリの餃子ってそのパリパリに任せて、うん、中身しっかりしてないとかあるんですよ。あの皮だけパリパリで、はい、皮パリパリにしときゃ中そんな手入れんでいいわみたいな。あ、そう。それが全くないです。あと具材の食感もしっかり残ってますし、うん、味が中のあ、おらんくなってる中のはよいちゃんと言ってて頼むから。ちゃんとしっかり具材の、うん、はい、なんか 甘みも感じられますし、味そうしっかりついてますね。美味しい。あ、美味しい言うなって。あ、待てた。しっかりしときました。しっかりしときましたやろか。お前、お前が中身ないか。お前、いや、この餃子は中身めっちゃあります。うん、だから言うてんの。はい、もうバリッバリ、うん、で中しっかり、こういう餃子がなかなかないですね。中身ありますけど。あ、めっちゃあります。あんたよりはね。じゃあ喜んでるやんか。多少あると思いますよ。私も多少ありますよ。今は酢醤油やったやろ。はい。せっかく柚子胡椒。これ柚子胡椒の場合、柚子胡椒オンリーなんですかね。オンリーで言っても、でもあ、いいかもしれない。俺ちょっと味わってないから分からない。中身がどんだけついて、あの味だったら別にタレがなくても、あ、ほんないい素材そのままが美味しいんで。ほんだ、はい。あ、やっぱちょっと風変わりしますね。うん、柚子胡椒な。柚子っぽいそのなんか、あ、ピリッとしますね。柚子胡椒やん、うん、このピリッと感と、うん、もうめっちゃ合いますね。俺は嫉妬よ。俺は嫉妬よ。めっちゃ怒ってる。湯切りしながらめっちゃ怒ってる。怖っ。いや、え、またこうちょっとさっぱりしますね。確認です。あっとあっと。もう博多、お前も開いちゃって、ほらもう博多弁が出てるから、お前も博多弁で大概言うとけよ。よか、これめちゃよか。下手くそ。もうええわ。